美しい歌声で、うん、映画の中で歌って踊るんだっていう感動を味わったんですよ。なるほど。壁ドンとかあるじゃないですか、うん、ね、うん。それの一番最初の走りだと思うんですけど、うん、これがですか。でもそこまで歴史を続けられるってすごいですよね、うんうん、初めて恋というものを知るのは、はい、貯金全部はたいてお年玉の、うん、早いですね。英才教育ですね。私もこれ映画館で見てたわ。そうですか。今はもう映画が仕事になってる部分もありますよね。で、私も、まあ、手前味噌ですけども、もうこの、パッケージ業界で30年以上いると、俺この20年間、楽しんで映画で本当に見てるかな。あれこれ俺つまんないけども、俺はつまんないけども、これ結構売れる作品じゃないとか、俺は好きだけどこれ売れないなっていう風な、どっかで楽しんでなく、なんか仕事をここに抱えてるんですよ。で、伊藤さんはそれを映画を紹介する側でのお仕事にしてますから、本当にその映画を、見るときにどこにこう、注意してます。私その淀川長春さんが言っていた言葉をすごい大切に25年間生きてきたんですよ、うん、どんな映画にも必ずいいところはあるって言ってましたね。で、司会とかテレビで映画を紹介するときって、まあ、宣伝マン代表になるわけですよね、うんうんうん、だからこそ例えば自分がどうしても面白くないなと思ったものがあったとしても、うん、もちろんステージではそれは出せないわけじゃないですか、うんうん、じゃあどうしようかと思った時に、まあラッキーなことに監督とかがいればね、自分は疑問に思ったところは聞いていくんですよ、はいはいはい、するとあこれってこういう意図だったんだとか、うん、思っていくうちにあこういう見方があったのかって発見があるから、うん、すごい面白いんですけど、うん、だけどね正直やっぱりつまんないと思えば、うんうん、私紹介しないですよ今も。あそうですか、うん、だからつぶやかないし嘘つけないんです。無理して見なきゃいけない、お仕事として見なきゃいけないっていう風なところがやっぱり うんうん、ありますよね、はいはいはい、あれはね私多分ね見るのは好きなので大丈夫なんですよ。見てるうちにあれ、うん、ってダメ出しが入ってくるじゃないですか、頭の中に、うんうん、怖いっていう、うんうんっていう時はありますよ、はい、ありますだからなかなかその作品がストレートにそこのタイトルは今言えないと思いますけども、それを抱えながらなんだろうな、映画の仕事をしてるっていうのが、どっかで本当に一ファンとして学生時代楽しんでたところからやっぱり違うなっていう風なものが俺は生まれたんですよ、うん、あなるほど、そうなんですね、うん、吉川さんは特に吉川さんはほらいろんなパッケージを紹介しなきゃいけない身ですもんね、はい、だから映画館で見た印象そのままにパッケージに結びつけたいから、うん、パッケージで見ることはほとんどないんですよ。あパッケージで見てこれすごいですよっていうふうにはなかなか言わない方なんで、だから映画館絶対主義っていうふうなところを貫いてます。すごい素敵ですね本当に。いやいや俺の話はとてもいいだけど私最近ある映画を見てどうしても自分は、この映画うんだったんですよ、うん、で他の人に一人聞いたんです、一緒に見てた人、はい、その人もうんだったんです、うん、だよねって言いながら帰って、うんうん、ネットとか見ると褒めたたえてる人が結構いて、うん、でね若い子が多かった、褒めてる子が、うん、褒めてるライターさんとかで、うん、でもちろん聞くわけですよ、うん、どんなところが良かったって逆に聞いて、で腑に落ちてくるの、うん、あそうかこの映画って私たちは子供が見るためのアニメーションだと思って見ていた、うん、例えばね、だから私たちの中でえこれ子供違うよねとか、あと親の立場から見ちゃうと、うん、いやこれってこういう描き方はちょっと違うよねって思うんだけど、うん、じゃあ若者たちってまだ子供がいないし親じゃないじゃないですか、うん、ってすると子供たちの見方じゃない、主人公はいくら子供でもそこに視点いかないんですよ、そこの感覚に気づいたの。あくまでも私たちは主人公が子供だし、これ親子連れで見るためのアニメーションでしょって思い込んでるんだけど、こっち側の人たちからしたらそうじゃない見え方に変わってるから、あそっちから見たらこういう面白さが出てきて、私たちが親子ムービーだと思っちゃうと罰になっちゃうんだ。なるほど、だから見る角度と世代によってこんなに違うんだっていう、世代あります、そこも発見で面白かったりするんですよね、うん、
今なんだろうって思いますよね、その映画ね。すっごいめちゃくちゃ気になります、はいはい、じゃあ後でこっそり、後でこっそり、うん、だから、映画1本でも、例えば10代に見た映画をインセプションとしましょう、うん、インセプションを、あれ10年前の映画、うん、最初に見た風切りの時と今見た時がすごく違ったりだとか、あの10年で一つのサイクルで評価が変わったりとか、まあ、2001年うちの旅がすごくそうだった時代があったように、それが変わりますよ、あの映画っていうのは。それで10年後もちゃんと語られて引き継がれていくのが本当にいい映画っていう風な形になるわけじゃないですか。いや、そうなんですよ、すごい面白いよね、うん、またね、環境によっても変わっちゃうんですよ。多分自分が今母親になって結婚してるからまた違う視点ができてるわけです、うん、で別にね、子供産んでも産まなくてもいいと思うし、結婚してもしなくてもいいと思うんだけれども、立場が変わるとね、違う見え方ができちゃうんですよ、うん、いい、こんなものにこんなに号泣するんだ、うん、私って、うん、多分今の状況じゃなかったら泣かなかったかもしれない映画でめちゃくちゃ泣いてるんですよ。ありますね。それが例えばですよ、 DV をしてしまう母親の役を見て嫌悪感を持ってた昔の自分がいるけれども、今の自分だったら、いや、分からないでもないで泣くんです。だから立体的に多分ね、物事を見ることができているのは人生経験なのかもしれないですよね。それはでも子供がいなくても多分そういうものに触れたり、そういうものを意識していれば見れるようになるし、ただなかなか気づかないことって多いじゃないですか、うん、なんで手を挙げるの、それダメ親じゃんって思うかもしれないけど、いや、そうなる心理ってあるんだよね、うん、っていうことまで、うん、こう興味を持つようになったかな。なるほどね、うん、確かに。なんか全く同じこと私父親に言われました。本当に映画を見てやっぱ同じ値段、うん、値段、うん、ね、世代、うん、と年齢違うっていうのは多分それ経験が違うからだよって、うん、一緒に映画を見てる時に言われて、うん、すっごい今フラッシュバックしてきました。なんでやっぱそうなんだなって。そうだから逆なこともあるんですよね。10代の時にすごく感激した映画が、うん、今見てだから俺あえて見ないで置いとくのもありますもん。これ見たら絶対違うだろうな今っていうふうに思っちゃって怖くて見ないどこ。そういうのもありますよね、逆なこと言うと。だから思い出だけの映画にしておきたい、うん、こんだけ見てくると、あの時の多分それは、その時の感激が、10代だからあっただけであって今はないだろうなっていうふうなところも絶対ある。わかります。私好きな俳優がいて、めちゃめちゃその俳優を追っかけまくった時代があるんですよ、うん、今でいうマーベルのヒーローですよ、うん、誰だ、はい、男性ですか。男性です。それはちなみに、マーベルやる前にデビュー当時から私ハマってて、うん、めっちゃめちゃ見てたんですよその人で。マーベルに出てその人ちょっと、まあ、いろいろ罪を犯してしまってて、はい、干されちゃうの業界ぐらいの感じだったんですけど、うん、マーベルのヒーロー役をやったことで、うん、また花開いたんです。アイアンマン。そう、正解。名前言っていいですか？どうぞ。ロバート・ダウニー・ジュニアでしょ。すごい好きなんですよ、私。すっごい好きでね。レス・ザン・ゼロっていう、はい、映画もあったりして、まだ彼はデビュー当時。でも彼って、そもそも芸能一家の子供なんですよ。そうなの。まあ、最初に見た時にすごい甘いマスクの少年なわけですね。うん、ラブコメにめちゃめちゃ出るんですよ。ピックアップアーティスト、ね、1本持ってきた。いや、あ、そっちか。今回こっちにしました。そっちか、うん、めちゃめちゃたくさん持ってて、私この時代のロバート・ダウニー・ジュニアすごい好きで追っかけまくってたんですね、うん、オンリー・ユーだったりとか、うん、ワン・モア・タイムだったりとか、うん、愛が微笑むときこれラブロマンス系に出てたんですよ、うん、想像できる。ロバート・ダウニー・ジュニアがそうできないでしょ。イケメン売りしてたんです。この時はもう、大人だけど、その前までは、子供、この、少年の初恋系みたいなやつです ね。だからそういう青春ものにバリバリ出てたんですよ。でね、めちゃめちゃ好きな作品で、この愛が微笑む時なんて、でも私これ好きでめっちゃたくさん見てた時に、俺見てねえな、それ多分。韓国映画のハローゴースト知ってます？あ、タイトルだけ知ってる、うん、あれがすごく似てて、私パクリじゃんって最初思ってハローゴースト見た時、うん、だけどチャテヒョンも演技も素晴らしいし、韓国ならではのこう泣けるような展開が見事なので、うん、あれはあれで別物で好きなんですけど、うん、その前にそういうギミックを使ったのがこの愛が微笑む時で、うん、これねロバート・ダウニー・ジュニアの演技力が
一番最初によく理解できる作品なんです。なぜかというと、この青年の上にほらここにいっぱい人がいるでしょ、この人たちみんなね、うん、死んだ幽霊さんたちなの、うん、である事故で死んじゃって、うん、その時たまたま同じタイミングの場所で赤ちゃんが生まれた赤ちゃんがロバート・ダウニー・ジュニアなの、うん、でこの幽霊さんたちがロバート・ダウニー・ジュニアにくっついちゃうの、だから赤ちゃんの頃からずっと幽霊が見守ってる環境に育ってる青年になっていくんですよ。面白そう。そうなの。でもある時になんでこの人にずっとこの幽霊さんたちがくっついてるのかっていう謎が解けるんだけど、うん、それは彼女たちがやり残した未練を、うん、彼の体を使ってやってあげるっていうことなんです。ということは、うん、女の人の幽霊が取り付いた時は女役になるんですよ。へえ。すっごい演技うまいの。あ、そう。だからほらチャーリーでやっぱり賞取ったりするわけですよ、うん、あ、なるほどね。よかった、チャーリーは。この人の演技力が見られる作品ですよ、愛が微笑む、はい、っていうね。でもハマった時にワンモアタイムを見直したら、うん、あれ昔もっと感動したのにっていうっていうオチです。はい、なるほど、それはありますね。ありますね。はい、じゃあそこでご案内に出てしまいました。素晴らしい女優がいない。ちゃんと今まで話してないんですけど、語るシネマをご覧いただきありがとうございます。語るシネマではネット限定で T シャツ、トートバッグ、缶バッジなどオリジナルグッズの販売も行っています。語るシネマ物販部と検索するとアクセスできますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。